なぜホンダスーパーカブだけ生き残ったのか、ホンダスーパーカブがどのようにして他のバイクブランドに比べて生き残ったのか、その理由を探ってみましょう。スーパーカブは1958年に C100 が初めて発売されて以来、世界中で高い評価を受けてきました。まず第一に、スーパーカブはその優れた耐久性と信頼性で知られています。ホンダは常に品質にこだわり、新しい技術や設計を導入することで、スーパーカブを進化させてきました。その結果、長年にわたって多くの人々がスーパーカブを愛用し、信頼してきました。第二に、スーパーカブは非常に燃費の良いバイクであるという利点があります。燃料の節約は永遠のテーマであり、スーパーカブはその点で他の競合車種に勝るところがあります。燃料効率の良さが、スーパーカブを経済的で実用的な選択肢として位置づける要素となっています。さらに、スーパーカブは使い勝手の良さも魅力です。簡単に操作できるため、初心者や女性にも人気があります。また、荷物を積載するスペースも、泥除けも十分に確保されており、買い物や通勤にも適しています。さて、ホンダ以外にもその後、スズキバーディ、ヤマハメイト、カワサキ M5 などが発売されましたが、現在でも生き残っているのは、ホンダのスーパーカブだけです。なぜ、ホンダスーパーカブだけ生き残ったのでしょう。いろいろな理由がありますが、大きなポイントに、スーパーカブにだけ、遠心式クラッチプラスドブクラッチ機構がついているのです。スズキバーディ、ヤマハメイトには、遠心式クラッチのみで、このドブクラッチ機構が付いていないので、3速から2速、あるいは2速から1速にシフトダウンするときに、エンジン回転と車輪の回転数が合わないと、タイヤがキュッと路面と滑ります。雨の日など、濡れた路面では非常に危険です。スーパーカブの場合は、左足でシフトペダルを踏んでいる間は、ドブクラッチ機構が切れるので、アクセルグリップの回転を調整して、通常のクラッチ付きバイクのように、エンジン回転数と車輪の回転数を合わせることができるのです。やはり、レーサーでもあった、ホンダ総一郎氏のアイデアでしょうね。私は CT110 オーストラリア仕様に乗っていますが、峠道でも、このドブクラッチ機構のおかげで、クラッチ付きのバイクと同じように、楽しく運転できます。CT110 オーストラリア仕様には、ジークと同じようなハイローのサブミッションがついています。これが、河原や岩場丁寧の山道では重宝します。サブミッションをローにして、ギアを1速にすれば、遠心クラッチを焼き付かせず、バイクから降りて、バイクと一緒に歩きながら、難所を乗り切れるのです。トライアルバイクにも乗っていましたが、もう年寄りになり、骨折が心配なので、20年前に購入したこのバイクが、最後まで手元にあると思います。